チャンスにはなりません。今日の試合実況を務めますのは西岡明彦です。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ファンとしても楽しみな試合ですね。今日は横浜 F マリノスがベガルタ仙台と対戦します。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。このチームはピッチ全体で相手にプレスをかけることで有名ですね。圧力をかけて相手に考える時間を与えません。今日はどうでしょうか。いつも通りプレスを軸にすると思いますよ。相手の対応が見どころになるでしょうね。阿部拓磨、出足が鋭い。カットします。ボールがこぼれました。大津勇気、これは見事なパスカットです。阿部拓磨、危険、スルーパスが味方に通る。パークナーマイクにチャンス。いきなりゲームが動くかと思いましたが、先制ゴールはなりません。まだエンジンがかかっていないかもしれませんね。これはもったいない。ボールを失いました。山中亮介、さあここでプレスを受ける。松原健、ハーフナーマイク、いい形でゴール前まで持ってきました。中央はフリー。うわー、このボールはタッチを割ります。スローインです。ラインを割りました。ゴールキックに変わります。タックルでボールがこぼれました。このプレスは素晴らしい。ボールを外に出させました。スローインです。スペースに走らせましたが、これは通りません。しかし積極的に狙っていきます。中澤がパスをカットする。試合が止まった。ファール、カードはありますか。ハーフナーマイク、ボールを運びゴールに襲いかかります。いいクロスが中、止める。弾いた。仕掛ける前にボールを奪われました。このヘディングはゴールの外。いいシュートでした。決まっていてもおかしくはありません。ボールが足につきません。ハーフナーマイク、ここは決めきれません。打てば入りそうな感じがありますね。飯倉弘樹、
ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。見事なスルーパス。ハーフナーマイク、このゴールでリードを奪われてしまいました。今シーズンはディフェンスの連携が今一つのようです。失点もそのためでしょう。構成をかけてついにゴールが生まれました。素晴らしい連携を見せています。まだまだ点が入りそうですよ。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。遠藤啓太、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。さあスタジアムのテンションが上がります。クロスがディフェンダーに当たりました。大津勇気、しました。ここはどうするでしょうか。どうやらサイドをつけそうです。ここはゴールキーパーの好判断。レフリーの笛が鳴って前後半は横浜 F マリノスのキックオフで始まります。危険な位置です。緊張感が増してきます。プレーが軽いですね。絶妙なパス、スペースにだ、ハーフナーマイクにチャンス。クリアできるか。もったいない、ボールを失いました。いい形でゴール前まで持ってきました。相手陣内に押し込んでのスローインになります。ハーフナーマイクにチャンス。ボールを蹴り出したい。中央へのボールはクリアされました。圧力をかけられます。笛は吹かれません。危険なタックルでしたが、同点になるのか。ポストに当たった。ウーゴビエラ、さあカードを切ってきました。大岩和樹、横浜の攻撃です。ハーフナーマイク、ボールを返します。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ボールを運びゴールに襲いかかります。このシュートはさすがに強引か。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。面白いですね。フォワード同士の交代ではなく、フォワードを増やすんですか。あまり聞いたことがありません。攻撃は最大の、いいパスだ。ウーゴビエイラ、どこを狙っているでしょうか。ゴールラインを割りました。横浜 F マリノス、
スのコーナーキックとなります。中に入れた、パンチング、カウンターアタックのチャンスです。ドリブルで相手を揺さぶります。ゴールキーパーがうまく前に出ました。このパスはダメでした。通りません。スペースへのボール、素晴らしいパス。またしても失点もしてしまいました。これで2点差です。ディフェンダーの連携がうまくいっていませんね。しっかりコミュニケーションをとって立て直すことです。キーパーは悔しいでしょうね。触ってはいたんですが止めきれませんでしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。松原健、さあスタジアムのテンションが上がります。ここで網にかかる。リャン・ヨンギ、阿部拓磨、カウンターのチャンスです。強引に切り崩してきた。ちょっと強すぎたか。ゴール、ゴール。最後は1対1ですが、それまでの組み立てが素晴らしいですね。これはもう今日は止められないといった感じでしょうか。違うアングルから見てみましょう。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。松原健、危険な位置です。緊張感が増してきます。これは慎重にボールを動かしています。見事なシェアです。スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。これは狙います。キーパーが止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。ボールを入れてパンチングで対応。相手に渡った。奪い返せばチャンスです。コーナーからのチャンスです。ボールはゴール前へ。キーパーの素晴らしいセーブ。チームのピンチを見事に救いましたね。中に入れた。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。試合終了のホイッスルが3度鳴り響きました。ゲーム終了です。このゲームは一方的な展開となりました。はい、自力の差が出てしまいましたね。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。